アッティカ刑務所アッティカ刑務所はアメリカ合衆国にある刑務所。当刑務所が存在するのはニューヨーク州バッファロー市とロチェスター市の中間に位置する小さな町アッティカである。ここは最高度警戒体制が取られている刑務所に分類されている。また、アッティカ刑務所の隣にはワイオミング刑務所が併設されており、こちらは中程度の警備レベルの刑務所となっている。 1930年代にアッティカに刑務所が開設された時には、ここには多くの凶悪な犯罪者たちが収容されていた。囚人たちの使用する食堂や作業場には催涙ガスシステムが設置されており、このシステムは刑務所内で騒動が発生した際に使用されていた。現在のアッティカには短期間の懲役刑から終身刑まで様々な刑に服役している。 囚人たちがおり、また他の刑務所で規律上問題のある囚人たちが、装置され収容されている。北緯42度50分59秒整形78度16分18秒。北緯42.84972度整形78.27167度。42.84972-78.27167。ありがとうございます。